で、その後、この方と合流してですよ。それでロケが始まったんですよ。もう名古屋接待みたいな感じでしたけど、まあまあ名古屋来たらね、この人になっとかないとっていう、ということで、今日生放送来ていただいております。黒人さんです。どうもどうも、自分で囲んでくんねや。よろしくお願いします。お願いします。黒人さんです。はい、どこですかカメラ。あ、真ん中で。格闘ゲーマーの、こっちでした。格闘ゲーマーの黒人と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あ、テンション低いな。違う。食事も取ったし。あ、そっか。じゃあそれなりに満喫してもらったんですか。名古屋満喫しました。なんかもうすぐ名古屋下げるんですよ。名古屋もう何もないからもう帰って帰ってみたいな。名古屋の人ってそんな癖あるんですか。だってメンパブの皆さんも言ってませんでした。名古屋何もない。そう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 。じゃあかって僕もだ東京月 2,3 で遊びに行かないですよ。つまんねえから行くんですよ。でも透明白味噌じゃないですか我々って。味噌カツは赤味噌。赤味噌です。へえ。名古屋ってあれなんですよ。名古屋飯ってみんななんか美味しいとか言うじゃないですか。一つも美味しくないんですよ。マジでさ。そんなことないけど。濃いだけ。そんなことない。マジで。濃いだけ。いやそんなことはないです。多分そうさ。名古屋飯は多分県外の方からするとうわ味濃いなと思うんですけど、なんかしばらく経つとまた食べたくなるのが名古屋飯の魅力なんですよね。そうね、それこそ。だから毎日は確かにちょっと食べれないかもしれないですけど。味濃いイメージはあるね。確かにそうですね。味は濃いですね。美味しいですけどね。一つもうまくないです。なんでこんなこと言ってめちゃめちゃグルメで、もうこのなんか美味しいひつまぶし屋さんないみたいなこと言うと3つぐらいバーって、こうこうこうって全部してますから。ひつまぶしだけ美味しいです。まあ、味はそんなに濃いわけではないですよね。そう、あの、あれは、はい、味噌カツとか美味しいじゃん。味噌カツ美味しいじゃん。美味しい。下品な。何が下品なんですか。何の下品なやつもないじゃないですか。本当に美味しいとんかつは塩で食えますから、ね。あんかけスパゲティとか。あれ食べました。食べた。え、美味しかったですか。美味しかった。美味しかった。あのミートソースとあのナポリタンの中間ぐらいですよね。そう。はいはいはい、あれ美味しいですか。あれ美味しいですよ。なんで目は笑ってるんですか。美味しいでしょ。そんなことない。食べたらめっちゃ真剣に答えてますよ。美味しいじゃん。美味しいですよ。あ、そうですか。美味しいですよ。じゃあ美味しいじゃあ、じゃあね、人それぞれありますけれども。ありますね、はい、その乗り物怖くない。確かに。だって500キロって500キロってます。飛行機ですよこんなん。そうっすね。飛行機がな、な、でもそれしか走ってなければ。でもなんか早すぎて先っぽ浮いてそうだよ。だから流線形なんでしょうね。望みですら。そうか、だからこういう風を受ける。怖いよな。ってなってる。でも地下走るんですよね、多分。え、そうなの。そうなの。地下なんですか。多分地下じゃないですか。そうなの。地下だったり地上だったりなのかな。でも、だって地上で走ってたらさ、それこそなんか動物とかがそこ通ったりとか、ね、鳥とかバン来たらね、なんかそれね、木が倒れてたりとか大変じゃん。なんか今日ネガティブキャンペーンですね。リニアモーターが怖くねえって。それは名古屋でしょ。めっちゃ便利だろ。そんな便利なことないのに。俺早くやってくれと思ってんのに。それは単純に俺が怖い。なんかさ、あの街中にある観覧車あるじゃん。ありますね。うん、サンシャイン。あ、かな、うん。あれは何なの？あれ乗れるんですか？あれ乗れます、乗れます。それこそあのリリースとか僕たち CD するとそのゴンドラが僕たちの顔になって。めちゃすげえじゃん。なってるんで。そりゃ9割知っとるわ。なんかすごい。あの関東のやつの素朴な疑問言っていいですか？その名古屋に住んでる方とか大阪住んでる方を敵に回すと思うけど、はい、なんで西の方に住んでる人たちは都心に観覧車建てたがるんですか？みんなに殴りかかる。すいませんじゃないのよ。すいませんじゃない。すごい。それは俺も関西を代表して言いたいことある。街中に建てるよね、やったら。確かに。いやでもいいよ。心斎橋にあったり、さ、梅田にあったり、梅田にあったり、やったらど真ん中に建てます。サンシャインのあの観覧車、俺乗ってるやつ一人も見たことない。やめてください。コラボしてるんですよ。サンシャインさんとコラボしてるんですよ。あるよね。でも、はい、あれね、ゴンドラがなんかさ、しかもコマーシャルになるとか確かすごい。そうね。そうですね。コマーシャル用の、うん、っていう感じじゃないですか。で、ちゃんと乗ってる人いますから。いますから。ちゃんといますから。レゴランドって知ってますか？レゴってあのレゴですか？はい。
え、二人知ってますか、レゴランド。いや、もちろんです。レゴランド、すごいニュースになってましたよね、一時、ね、はい。え、知らないですか。知らない、知らない。1ミリも知らないです。え、出た、できた時、結構ニュースになってましたよね、レゴランド。もう、値段が高いっつって。やばいやばい、今日ネガティブ極めになってる、名古屋に来てもらったのに。まあまあ、人それぞれだからね。いやいや、まあでも。これ役割かなと思って、もう。こっちが褒めて俺が落とすんだ。メガポジのね。いいの、やばいで。